ていたのは10人。驚かないでよ、死体の身元を聞いても。驚くなという方が無理だ。今俺たちが追ってる消えた格闘家たちはどこをどう巡ったか人知れず、ジャングルの奥で死体になってたんだからな。だがキャミーが俺たちとコンタクトを取ったのは別に驚かそうというわけじゃない。死体が失踪した格闘家と分かっても彼らの足取りについては何も分からなかったからだ。デルタレッドの力をもってしてもな。キャミー、君たちの送ってきた動物の死骸だけどね。早速調べてみたんだけど、すごいよ、こんなの初めて見た。手短にお願い。いいかい、この死骸はね、一部の細胞が内側から爆発したかのように破壊されているんだ。まるで細胞内の水分が一瞬で沸騰したかのようにね。とにかくだね、大変な事態だよこれは。それからね、今回の調査実は上にはまだ通してない。なんていうか、そういう空気じゃないんだ。軍しかり、FBI しかり、 CIA はつてがないのでわからんが、似たようなものだろう。そしてインターポールにデルタレッド、見事なまでの情報統制だぜ。秘密実験のことと合わせれば相当でかい連中がいるのは間違いない。本当は捜査は行われていたんです、自分なりに手がかりも。でも必ず捕まえる、多くの心ある人たちのためにも。可愛いお人形ですね、奥様。でしょ、お友達にいただいたのよ。ジャーナリストをしてる素敵な方なの。旦那様にもご覧いただきたいですね。仕方ないわ、忙しい人だもの。でも早く教えたい。すぐにボスとコンタクトを取りなさい。言いたいことがある。より良い仕事のためにはまず信頼から、言うまでもないことと思いますけど。君の実力は評価しているつもりだ。こうして直接の会話を許可していることが信頼の証とは思わないかね。なら目障りな連中をすぐに引き上げてください。気が散ります。それは構わんが、しかし少し方向が違ってないかね。私が命じたのは竜という男の確保だ。剣マスターズの方ではない。放浪の格闘家の竜をただ闇雲に探したところで時間を浪費するだけ。それはお分かりのはず。私以外にも随分人手を割いておられるようですから。だから竜の方から現れるのを待つのです。竜がもし誰かとコンタクトを取るとしたら、それは同門であり唯一ライバルと認めている剣マスターズ以外にはないのだから。
もし俺が先に死んでいたら、そのムクロがお前を一日生きながらいさせていたかもな。人の体に宿る力、それは命の力。命には限りがあり、しかもなお果てしない。一つの命が別の命となり、また巡り、世界のすべてとなる力となる。力とは何だ。一見ただの廃墟だが、そこには不自然なほどの警備、そして一歩中へ足を踏み入れればだぜ。見ろ、失踪した全米空手チャンプだ。いかん。サネックビーム。おい。それにしてもここは何だ。見たところ何かの研究所のようだが。急げ、とっくに気づかれてるぞ。おう、早かったな、チュンリー。分かってる。また一つ命が消えた。奴らは何者で、一体何をしていたのか。格闘家を何かの実験に使っていたのはもはや確実のようだが。沸騰液膨張細胞爆発、頭文字を取ってブリース。細胞爆発って？アマゾンで採取した動物の死骸にそういう特徴があったそうだ。専門用語が多くて分かりづらいな。それと多くの格闘家がどう結びつくというの？待って、リュウ。何？よって被験者の潜在的能力、いわゆる殺意の波動の発現を促し、システムによるその利用を可能ならしめる場合にのみ、ブリースの実行値は限りなく理論値に近づくことができると推察される。システムによる殺意の波動の利用？どういうことだ。まあとにかく奴らの次の標的が竜だということは確実のようだ。よし、それなら先に俺たちが竜に合流して。でも竜の居場所なんて誰も知らないわよ。くそ、今ほど奴の放浪癖を恨むことはないぜ。竜の居場所を知ってるとすれば。剣か。そうよ、剣なら何か知ってるかも。待て、もし奴らも同じ結論に達していたとしたら。お、君か。あのやかましい秘書が家にまで来たかと思った。どうした？何か用があるんだろ？いいわ、あなたすごく疲れてるみたい。そういえば最近あまり話してなかったな。すまなかった、君のことを忘れてたわけじゃないんだ。じゃあ忘れようとしてたのは誰？今目の前にいるのは私の知ってるケンマスターズとはまるで別人。以前ならどんなに忙しくたって、それがまるでやり慣れたパズルを解くように軽々とやすやすと余裕の笑みすら浮かべていたのに、今のあなたは違う。必死になって何かを、誰かを、いいえ、何もかもを心の中から追い出そうとしてるみたい。それは君が俺を買いかぶってただけさ。余裕なんてない、いつだって必死なんだ。そんなことを言いたかったのかい？いいえ、でも。あっ、ここにいてくれ。何なのこの家。
君は、さくら。ちょっとひどくないですか？はるばる訪ねてきたってのに、まるで泥棒か不審者扱いじゃないですか。先に手を出したのはそっちなんですからね。当たり前だろ。こんな真夜中に約束もなしに押しかけてきたって。やっぱり格闘家ってそういうもんなのか。は？空港から走ってきたんでちょっと遅くなっちゃいましたけど、でも守衛さん、もうちょっと強い人の方がいいですよ。でもこの家はケンさんがいるから安心か。なあさくら、急に訪ねてくるなんて何かあったのか。あの、龍さんの居所が知りたいんです。龍の？教えてください。あいつがどこにいるかなんて知らないよ。追っかけしてる君の方が詳しいんじゃないか。知らないからここに来たんじゃないですか。どうしたんだ、龍に何か急用か。俺だ、チュンリーから。繋いでくれ。おお、久しぶりだな。どうしたこんな時間に。へえ、そんなに何度も。すまなかったな、ここのところ忙しくて。仕事以外の要件は回さないようにと。ああ、今は家だ。それで？え、龍の居所を知りたい。いや、知るわけないだろう。これからこっちに、いや、来るのは構わんが、忙しいんだ。詳しくはその時聞くよ。みんな俺を龍の付き人とでも思ってんのかな。あの、ケンさん。うん？聞いたことないですか？格闘家失踪事件のこと。今、世界中で有名な格闘家が次々に行方不明になってるってやつですよ。本当に知らないんですか？格闘家なら誰でも知ってる話なのに。いや、何しろ忙しかったから。教えてくれ、一体どういうことなんだ。おう、ずいぶん変わった客がいるな。そのなりはあれか、空手マンか。いや、ま、そんなとこだ。やっぱりな、俺にも空手マンのダチがいるんだ。この辺りに住んでてな、知ってるか、一昨年の全米空手チャンプさ。ああ、知っている。戦ったこともある。強い男だった。そうだろう。それなのにな、去年急に行方をくらましちまってな、それっきりさ。残された若い嫁さんは別に男を作って、こないだとうとう家を出てっちまった。俺も暇さえあれば手がかりを探してんだがよ。詳しいことは分かりません。いなくなった人たちがどうしてるかも。このことが私たちの間で噂になりだしたのは最近のことなんです。でもいろいろ聞いてみると、去年からもうそういうことが起こっていて、しかもみんな有名な人たちばかり。大騒ぎになってないのが不思議なぐらいなんです。知らなかった。いや、そうじゃない。耳を塞いでいたんだ俺は。くそ、さっきのチュンリーの電話もそのことだったに違いない。彼女たちが動いてるとすれば、単なる失踪なんかじゃないのは明らかだ。だからリュウさんが心配なんです。ただでさえどこでどうしてるか分かんない人だし。そうだな。とにかくもう少ししたらチュンリーたちがここに来る。そこで今後どう動くか話し合おう。仕事の予定は全てキャンセルだ。俺だ。トラック運転手？いや、聞いたことがないが。空手マン？え、龍の紹介？はい、そうです。私がケンマスターズです。なるほど。行方不明となった